皆さんこんにちは、ジョニー・デップです。メキシコ着きました。ただいま僕はね、メキシコのユカタン半島、メリダという町にいます。地図でいうとここですね。有名どころでいうとカンクンだったりとか、ハネムーンで有名なカンクンだったりとかで、今日はちょっとあのね、メキシコ着いて、1週間ぐらい経ったんで、メリダついてみてね、もう感想だったり、ちょっと独り言のように喋ろうかなと思います。まずメリダはね、観光名所がたくさんあって、セノーテっていう隕石で できたね、洞窟の中になんか水が溜まってるみたいな。でその水がめちゃめちゃ綺麗で、なんか潜るとすごいいい感じっていうところがあったりとか、あとフラミンゴがね、なんかいるらしいです。ピンクの海かわかんないですけど、があったりとか、まあ、とにかく自然が豊かで、なおかつご飯も美味しいと。これは以前通訳してもらってたレン君が言ってたんですけど、メキシコの中でも治安が一番良くて、でなおかつ美食の街なんで、観光客とかメキシコの人にとってもすごい人気のあるスポットらしいです。ユカタン、メリダ独自 その食べ物とかもなんかどんどん出てくるらしくて、だったりするみたいで、最近僕は毎日韓国料理、ホテルからね、本当歩いて5分ぐらいのところに韓国料理屋さんがあって、そこでね、キムボンパッみたいな名前のなんかキムチチャーハンだったりとか、あと昨日はとんかつ食べたし、で今日はキムチチゲ食べたりとか、結構本当に韓国、マジで韓国料理な味なんで、まあ、ご飯とかね、野菜もいっぱい取れるし、キムチ発酵食品なんで、まあ、体にもいいんで、すごい助かってます。でメリダね、来て思ったのはまず気温っすね。今で37度あるんですけど、もうとにかく暑い。日差しがね、なんて言うんだろう、同じ地球とは思えないです。ガチでマジ違う惑星来たみたいですね。あとね、夜とか涼しいんで、なんかウォールマートあったりしたから歩いて行ってみたりしたんですけど、夜はね比較的涼しいし、あと人も歩いてるんで、街灯はそんなに悪くはないんだろうなっていう印象ですね。レオンとかサルティージョとかメキシコシティとか、あとオブレゴンもそうか、昔行ったんですけど、やっぱ土地土地によってこうメキシコっていう同じ国でもいろいろ土地柄だったりとか街の雰囲気とかも全然違うんで、まあ、メキシコ国土が広いんでね、そういう意味では面白いなって思います。あとね、日本から持ってきたものですごいいいなって思ったものをちょっと紹介したいと思います。はい、一つ目これですね。これ水入れてアロマを入れるとポコポコポコってなんか蒸気が出るんですね。こういい匂いもするし、で夜とか乾燥するんで、加湿にもなって喉にもいいっていう代物です。はい、あともう一つこれですね。多分初めて見る人ほとんどなんじゃないかな。これね、なんと開くんです。しかもここに米を洗って、ちょっと洗ってで入れて閉めてスタートって押すと米炊きます。米炊けます。これはね、マジで皆さん一回に一台よかったらぜひ。はい、炊飯器っていうらしいです。しかもなんか予約もできるんで、試合終わりとかに合わせて米炊けるんでね、これもうあったら最強っす。はい、おにぎりも食べれるし、やっぱこの海外で野球やるとね、食問題っていうのが言葉以上に僕は大きいなと思ってて、やっぱ飯食えないとやっぱ力湧いてこないんでね、それをこれは解決してくれそうな気がします。うん、見ますかメリダ、ちょっとこっからなんですね。
メリダの町。あ、そういえば動画撮ったわ。こちらです。じゃあまあそんな感じで21日に初の対外試合があって、タバスコっていうチームと試合するんですけど、そこにあのウィーランドとパットンがいるらしいんで、久々に再会できるんで、また写真でも撮ってきます。 あとチルニコの宣伝するの忘れたんですけど、これ今着てるやつね、見えるかな、これね、あの暑い、日本いる時13度ぐらいだったんで、あんま分かんなかったんだけど、あの暑いとこ着てね、やっぱベタつかないし、あの汗かいてもサラサラしてるんで、これマジでいいです。はい。あの、これからね、日本も暑くなると思うんで、ぜひあの、まだ在庫あると思うんでね、グレーも緑も。はい。これマジでいいです。僕が着てるので、これ、XL かな。はい。なんで皆さんぜひ買ってみてください。